こんにちは、ジンマです。はい、こんにちは、ゆうこです。はい、教えて〇〇コーチ。はい、今日は、はい、レディースの方からのお悩みということで、はい、はい、ゆうこさんが。はい、レディース特集です。はい、レディース特集でやってくださいます。はい、お願いします。お願いします。はい、お悩みとしては、はい、こうね、奥にレシーブを飛ばしたい。はいはい。だけど、はい、結局、もうすぐ甘くなっちゃう、ね。はいはい。はい、チャンス球みたいな。そう、チャンス球ばっかり返しちゃう。はい。っていうのを、ちょっとどうにかしたいんだけど、っていうところで、はい、お悩みをいただきました。はい。なんで、ゆうこさん的には、ね、はい、レシーブは得意ですか？いや、本当に言うと得意ではないです。得意ではない。得意ではないから、はい、ちょっと気持ちもわかります。ああ。はい。そういう球打ちたくないよね、みたいな。はいはいはい。のはすごいわかります。はい。そういう時にゆうこさんがこう、どういうふうに、はい、そうですね。ちょっと考えてるかっていうところを、はい、今日は、はい、見せてくれるということで。はい。はい。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、レッツゴー。ダメな例。はい。よくやっちゃうダメな例でいきます。はい。はい。はい、あ、あ、わい、はい、あ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 、はい、はい、お、はい、これは甘いですね。はい、あ、やられる。はい、あ、やばい。いいパターンで、いいパターンで、はい、はい、行きます。おー、ナイス。おー、ナイスショースースー、ナイスー。おー、ナイスショー、うまい、ナイス。おー、ナイスショースースー、はい、2つ見てもらったんですけれども、そうですね、はい、1個目の悪いパターンはちょっとよくあるパターンかなと思っています。こうなんかちょっと切っちゃって、はい、ハーフにプワンみたいな。そうですね、はい、ありましたね。で、今日はそもそも、うん、多分皆さんレシーブが来たら、はい、とにかく大きく強く返さなきゃっていう風に多分思ってらっしゃるので、はい、甘い球が来た時に、うんうん、あ、これやっちゃったっていう風に思うのかなって思ってます。確かに。ちょっとみんなちょっと考え方を変えましょうっていうところを、はい、お話しできればという風に思ってます。ポイント大きく一つです、はい、大きく一つ、はい、いいですね、分かりやすい、分かりやすいですね。はい、ロングサーブじゃない、もう一回言います、はい、ロングリターンに自信がないとか、うん、普段の練習での成功率が結構低い方に関しては、はい、試合では無理にロングサーブレシーブにこだわる必要はないっていうのが今日の一番伝えたいことかなと思います、はい、あ、練習でできないことは試合ではしないでください、はい、そういうことです、はい、分かりやすいかなと思います。確かに、はい、そうですね、練習で飛ばないのにね、はい、なかなか本番難しいですよね。そうですね、うん、皆さん結構こう練習でもあ、できたかな、できてないかなっていうのに、うん、試合でもう頑張って飛ばそうとされてる方が多いかなと思うんですけど、うん、そうするとやっぱラケットを上に飛ばしたいので、うん、下からこうすくい上げるような打ち方を、うん、レシーブをそもそも構えてる時にしようと思って構えてると思うんですね。そうですね、はい、こういう風に、うん、はい、そうするとタイミングが合わなかったりとか、はい、振り遅れちゃったりした時に甘い球しか行きません、はい、確かに、はい、甘い球が一発打たれたらもう次決められちゃいます。もう1点ですね、はい、さっきも、ね、前衛ぐらいまでしか行かなかったんですけど、はい、2人前衛でした、はい、なのでまず、自信がない方に関しては、うん、前に落とすか、まっすぐ当てる、はい、この2つを意識してレシーブしてほしいなという風に思います、うん、確かに簡単ですもんね、はい、簡単です、うん、はい、結構こう皆さんの練習とかを見てると、じゃあスマッシュを前に返してくださいって言われると、はい、皆さん結構上手にできる方が多いかなというふうに思います。でもダブルスの試合になるとわーって振っちゃってる方が、はい、すごく多いので、はい、
もちろんそれは練習してできるようになるとすごくいいんですけど、その前段階で試合があるときはまずはいつも前に落としてるのをイメージして、はい、ラケットをまっすぐ振る。あ、いいですね、まっすぐ、はい、今は下から振ってる。あ、結構違いますね、はい、イメージとじゃなくてまっすぐ振る、うんうん、はい、そうするとラケットまっすぐ当たるのでネットから浮かない球が、はい、行きやすいです、はい、うん、どこに落ちてもいいと思います、その球が、はい、前に落ちても何ならハーフに落ちてもいいです、はい、うん、浮かなければ前衛がそんなすごい叩いてくることはないので、まずは、ロングリターン自信ない方はまっすぐ当てる、まっすぐ当てる、はい、もう今日のポイントはこれだけですありがとうございます、すごい分かりやすいですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ質問です、はい、質問です、はい、スマッシュが、はい、まあ、いろんな高さに来ると思うんですけど、はいはい、どこに来ても、はい、同じようなイメージで、はい、まずはラケットをまっすぐ当てる感じで、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。OK、ありがとうございます。はい、なので、まあ、その質問に答えるとするともう一個、はいはい、ポイントとしては、構え方ですね、はい、構え方がどうしても腰が高くこうやって構えちゃってると、ちょっと下に来た球多分まっすぐ当てれないと思います。あ、どうしてもさっきの下から振るになっちゃうと思うので、う、ちょっと低い角度あるスマッシュが来ても、うん、まっすぐ当てれるぐらいには腰を落として構えときましょう、はい、ちょっと上に来たらね、このままこうやって出せばまっすぐになりますし、いいですね、はい、このちょっと低い球はこのまままっすぐ振れば大丈夫です、うん、はい、確かにその構えすごい強い人とか、はい、構えそんな感じですもんね。そうですね、はい、なので皆さん自分の動画を見たら意外とこうね、はい、レシーブの時棒立ちになってあーってやっちゃってるかもしれないので、確かに、はい、そこをちょっとぜひ意識してみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。なんでいいパターンで、いいパターンで、はい、はい、いきます。おー、ナイス。おー、ナイスショースースーナイス。おー、よいしょ。うまい、ナイスショーズ。惜しい。次ラスト。いいパターン。はい、はい、行きます。おー、ナイス。おー、よいしょ。スー。スー。ナイス。はい、はい、行きます。